はい、今度はこれはこれが、昨日さばいた、またどっか片身残してるんですけども、さばいた養殖のアジですね。これは昨日釣った天然のアジです。これはこれが今朝釣った天然のアジですね。まあ、さっきヘダイでやってみて、あの違いっていうの分かったんですけども、アジはアジでこういう風に天然の当日に釣ってきたのがあればどう違うかっていうのがまた一段と面白くなると思いますので、これを3つやってみたいと思います。まず分からなくなったらいけないので、どうしようかな。まあ、とにかくこれは先にこの昨日のやつを2つも、おろしてしまいましょう。分からなくなってしまうというのは最低絶対に避けなくてはいけませんね。これが養殖のアジですね。これが天然のアジですね。別にあの食べれない新しい古いという問題じゃなくして、今日は釣って食べれない、明日では刺身食べれんのっていう人が刺身で食べた時にどうなるというだけの問題であって、どちらの好みはどちらも美味しいんです。人の好みにもよりますから、それがどう違う食感食べてどう違うなっていうだけですから。これは骨を抜きます。もうこれちっちゃいですから、やはり身がちょっと違うっていうのは分かりますね。とまあこうやって骨抜いたら、待ち分からなくならないように一個ずつちょっと、やっていかないと、ちょっとこういうふうに身が柔らかくなっていますね。これが、養殖のアジです。これを、電解水につけて、まあ、水で洗って、そしてこうペーパーにつけておきます。こちらは昨日釣った天然のアジですね。こちらも電解水をつけて、そして水道の水で洗って、こういうふうに分かるようにちょっと離して置いておきましょう。ちょっとこれはこのままで置いておいてもらってですね、次は今日釣ったアジ、これをさばいていきたいと思います。もう肩身だけでいいので、このままいきましょうか。こういうふうに三枚におろしですね、腹骨をかいて、はい、こちらが今日釣った天然のアジですね。これも電解水につけて、まあ、水で洗って、新ペーパーで寝かしましょう。寝かすというか、水を取るだけですけども。さあ、あとはもう、刺身を切る前にはまな板をよく洗って、水をよく切ってですね、アルコールを拭いていきましょう。
そして違いが分かるようにと3つですね、このように3つ用意しました。さあそれでは刺身切っていきたいと思います。まずこちら、これは今日釣りたての天然のアジですね。天然のアジですね。この小さいアジでもこういうふうに刺身に切ります。違いが分かるようにちょっと大きめに切っておきたいと思います。これが今日釣りたての天然のアジ、そしてこれが冷蔵庫で一晩寝かした天然のアジ。ちょっとこう何ていうんですかね、身の感じがちょっと違いますね。血合いの色が、こっちは真っ赤ですけども、こっちはちょっと茶色くなってきてますね。これは石に浸ってるということですね。美味しくないとか美味しいとかそういうじゃないんですね。これちょっと食感がどう違うっていうだけで、美味しいのはどっちも美味しいと思います。これはちょっとあの一日冷蔵庫で寝かした今度は養殖の味ですね。養殖の味、さあこれもどう違うんでしょうね。さあこれも、比べて食べてみたいと思います。それでは醤油を入れて、油の海苔とかそういったものがどういうふうに違うか、まずはこれ変わりないと思うんですけど、とりあえず、多分油が少ないだろうという、まず天然の今日釣ったアジですね。これ油の浮き具合、この油分かるように一番腹の前の方に行きたいと思います。こうほとんど油出なかったですね。はい、これをちょっと食べてみましょう。うん、新しいだけあって美味しいです。非常に美味しいです。これはやっぱりあれですね、めんどくさくても数は量産釣って刺身にする価値はありますね。これは昨日釣った 冷蔵庫で一晩寝かした天然なしですね。これちょっと刺身につけて、油どうでしょう、醤油につけて、あこれもほとんど出ませんね。これ味は、一晩寝かしただけではほとんど変わらないですね。特別、もうちょっと差が出ると思ったんですけども、これは一晩寝かした養殖の味です。これは醤油ちょっと変えてみますね。ちょっとでも油出たったらあれなので、養殖は味が、やはりこう油がこうちょっとにじみましたね。やっぱ養殖だからの分油が多いですね。味はどうなんでしょうね。ほとんど変わらない。もしかしたらあの養殖の方がなんていうんですかね、まだ天然の味に近いというか、もっとあの歯ごたえが残っとるような気がします、うん、僕はそう思いました。食べてみてもうちょっと変な味かなと思ったけど、これが一番うまいんじゃないかなと、うん、一晩寝かして思いましたんで、まあ皆さんもよかったらあの釣ったら大丈夫売ってるので、今度イカの衛生なしにおかずに買ってみて食べてみてください。ちょっと変わって美味しいで買ったと思いますよ。